へぇ、すごい。こちらの内側にボタンがついてますので、はい、ありますね。ここで止めて、はい、いただいて、普段ちょっとこの結びが難しいですけど、綺麗に整えて。这今天我们在去哪里呀、啊？这个影片还没有跟大家说明呢。约会呀、啊。这个约会也太高级了吧？超认真的，做好衣服。我们来坐巴士了。没有错，我们这一次的旅行呢，不是在东京，我们从赤城县来，然后又要回赤城县。哇，这个巴士也太厉害了吧，有点惊讶哎。里面可以坐下来的位置很少的。等一下，我们等他们下车，我们再慢慢的介绍这个巴士。この後茨城に向かってまいりますので、また後ほどご挨拶などさせていただきます。ごゆっくりとおくつろぎください。好，各位，我们又回到赤城县了，是在我们人在手谷这里齁。没有错，今天我们这个高级旅行啊，你看我们这个车就知道不是一般的旅行团。各位，我们今天呢，为什么六个优马要穿成这样？因为我们要穿越时空，回到明治时代。耶！浪客剑心的时代。浪客剑心的时代哈、哦。今天我们要去的地方呢，是叫乌西库夏朵嘛？夏朵是城堡哎、在牛九。牛九，我们之前带大家去看那个大佛嘛。在它附近有一个城堡哎，然后这个城堡呢已经有120年历史嘞。然后它有一个地方呢是日本的国家文化遗产嘞。然后那个地方呢是一般不能够进去的耶。我们今天晚餐是在，没有错，今天的晚餐会在那里，一般人踩不进的，踏不进去的，超特别，对不对？那现在呢是休息时间啦。我想说呢，因为这个巴士它也太厉害了，要给大家看一下里面。来，那这个巴士真的滑滑到我想要摸来摸去哦。哇！他刚说什么？隔天井。隔天井哦。格子的。这就是那个啦，日本的神社啊、寺庙呢，哦，都会采用这种方式。然后他刚说这个呢，也是宫大宫。我们之前有去采访过的宫大宫呢，帮忙做的哈。我们有看过这样全部用木包起来的巴士哎，它座位也很厉害，很舒服。然后它的沙发的每一个都是有不同的花纹，后面呢还有厨房，太漂亮了吧！漂亮，这个小空间就是一个小摄影棚哎。呀，太豪华了吧！厕所这个样子，一脸。哈，每个地方都很讲究哎，应该没人吧？大家好，我是从明治时代。穿越时空来到这，眼前就是大佛了，各位。现在呢，我们的团员们呢正在去观光，因为六跟优马有逛过嘛。我们今天的目标呢，两个人就是去这个牛九，乌西库夏朵。所以这里呢，我们就先休息一下。我刚听这个导游说了哈，这个身体呢，其实有一大部分呢，这个趴姿部位啊，是台湾做的耶，台湾制的，从台湾那里呢先做好运过来的。各位，这我不知道哎，感谢哈。看这里，冷冷的。这个呢，我们今天晚餐会的地方是一般不能用了，
但是是能够见血的。对，你们平时如果有空可以踏进来的话呢，哎，其实还蛮多人的耶。好帅哦，城堡哎，やばいね。就因为他们先去有这个导游带他们去观光嘛，那我们想说在等下人多之前呢，先去拍这个晚餐会的地方。平时你们是踏不进去的呢，各位。今天我们要在这里办晚餐会。他刚说那个谁也是有在这里用过晚餐，就是那种历史人物啊，都有来过。伊达加基泰斯给是明治时代的超名人，自由。对，他是日本三大政治家之一耶，就是真的是把那个现在的政治系统呢发扬光大的很厉害的一个历史人物。他有在这里晚餐会过，现在换六了。现在换六了。对，我以后也会叫他。对对对，以后我的照片也会贴在这里。有100年后，照片是谁画的？我看一下，他是他买的吗？他有写的拆蒙对的。你故意吓你，不要吓我好不好？你看后面，哇！你看后面，对，もうハリポッターのあそこじゃん。急にハリポッター。ハリポッターの一个啊，各位那个哈利波特吃饭的地方啊。哎，やばい、行くよ。はい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 。うわ。那我们说的人就是他，这里这张照片。私牛久社長の相田と申します。よろしくお願いいたします。今回のこの本館の内部をご案内したいと思います。まず1階の洋室の方ですね。こちらは昔事務室として使用されていた部屋です。それではご案内をさせていただきます。这是一般没有公开的哦。嗯。哇，他们以前的地图。哇，我们真的可以进来吗？哇，すげえ。牛久社長の創業者、神谷伝兵衛と申す。本日は皆様の案内役を務めさせていただきたく、牛久社長は明治34年に建設を始め、明治36年に完成した。ワインの聖地であるフランス・ボルドー地区の最新様式を採用し、日本初の本格的なワイン醸造場を目指して建設したのが、ここ牛久社長なのだ。神谷伝兵衛記念館。哇，长久的，哇，这个桶也太大了吧。ね。这个樽有。感觉到历史哦，嗯，感觉是很久之前的，对，它是这样的，你看，所以要怎么开，我也不知道。对，盖了一个呢，这个椅子我也感觉到历史，この椅子すごいね、歴史ありそう。歴史ありそうな椅子。因为我们是没有导游的嘛，就自己冒险去想象一下，这个当时呢，他们是怎么用这个酿酒厂的？哇，独占呢。好美哦！这是他45岁的时候，整骨团兵卫。哎，他穿和服也好帅哦。嗯。すごいね、バーも初めて日本に作ったらしいよ。まあモダンな西洋風のバー初めて日本誕生したのがこの神谷バー浅草に。浅草は今もあるその電気ブランあるじゃん。うん。もうここが初めてもしや。ね。ちょっとなんかガタさんもなんかタイムスリップしてきたような。ありがとうございます。ええ、ありがとうございます。いかがですか、牛久社長。いやー綺麗ですね。なんか140年だと思わないぐらい綺麗に保存されていますね。これ気になるんですけど、このバーというのが日本で初めてできたバーですか、神谷バーというのは。そうですね。あの日本初の西洋風のバーって言われてまして、はい。これが今の神谷バーっていう浅草にあるんですけども、あ、いまだにこうあります。それで、あれですか。こちらの方はあの神谷家の直系の方が。あの神谷バーを営業されてます。
まあ、今ちょっと牛久シャトー自体はあの経営の基本的には別なんですけども、はい、神山は本当にご子孫の方が経営されまして、はい、やはり一番の売りというのが、はい、ベンベンさんが作った電気ブランド。電気ブランなんか浅草にいたらみんな飲むみたいなイメージがあるんですけど、 そうですね、それを初めて作ったのが神谷さん、でんべいさん。今年はその電気ブランが発売されて、はい、130年っていう記念すべき年なんですね、はい、牛久シャトーができて120年ですし、本当にあのアニバーサリーっていうか記念日が続くような感じになってますけどね。ちょっとこちらは古いラベルのやつなんですけども、はい、これがよく小説とか、はい、本当だ、これ人間四角の中にも出てきたってことですよね、はい、電気ブランの右に出るものはないと。へえ、このバージョンというかおしゃれでいいですよね。そうですね、かなり古くて、はい、電気ブランってビールです。いや、リキュール、リキュールですね。リキュール、はい。因为他那时候日本人还没有喝这个红酒的习惯嘛，嗯，所以呢，这个神谷先生呢，他用了很多方式呢，去让大家就把想要把这个葡萄酒这个东西呢传播到大众，他就用各种方法。我觉得这个还蛮有趣的，他用这个密封，哎，他记录起哦，封印，就是葡萄酒里面呢，可能把这个酒精呢放少一点，然后再加这个蜂蜜，让一般人也可以喝得上口。所以现在我们在日本可能可以喝好喝的红酒的，都是这个神谷先生他带出来的一个文化。现在日本的红酒白酒都很好喝。哇，科学の実験室みたいなところですね。ここが、まあ、ワイナリー町というシャトーの中で一番偉い人の部屋なんですね。要するにここで分析、要するに成分がどうだとか、アルコールが何パーセントとか、あと品種改良のための作業をこういうところでやってたわけですね。そういう器具が100年前、120年ぐらい前のものがここにあります。あとこちらには初代がタコを作る前にですね、どこがいいだろうっていう、まあ、土壌サンプルを集めて、あと2代目がフランスから帰るときにヨーロッパ各地のですね、土壌サンプルをここに集めました。ですからフランスのものであったりとか、フランスのサンテステフとかですね、土を持ち帰った、はい、要するに分析するのにね、はい、あとここで興味深いのが、皆さん鉄製の手袋ってはめたことあります？鉄製の手袋ですか？ないですね。実はここにあるんですね。鉄製の手袋がありまして、これがブドウの木の害虫が冬の間ですね、冬を越すのにブドウの木の皮の中に入るんですよ、はい、でそれを鉄製の手袋をはめて一枚一枚こう剥がして駆除をすると。虫退治のための、ちょっと痛いだろうなと思うんですけども、はい、こういう珍しい手袋もあります。こちらの方ですね。牛久シャトーのこの1階部分には大きな樽が26個あります。はい、大体約1樽7000リットル。7000、普通瓶で換算しますと1万本。1万本、うん、これがですから26個あるんで26万本、はい、飲み放題ですね。飲み放題一生ですね。そのぐらいの、まあ、そのぐらいのたくさんの量が本当にここでは作ることが可能だったということなんです。その年代によってこの樽も作られた時期が違います。はい、でもその中で一番古い樽というのがですね、この樽なんですね。これがですか？はい、新しく見えますけどね、他と比べてもなんか、ここに作った年と月が貼ってあるんですね、はい、明治36年5月造ということで、はい、ですからこの樽も120歳、ね、ほぼだからここを作った時、はい、そうですね。ですからシャトーの歴史をそのまま見てきた樽ですね。当時牛久シャトーっていうのはフランスのボルドーに2代目神谷伝蔵が行って、ブドウの栽培、ワインの醸造っていうのを勉強してきました。2年半ぐらいですかね、
それでそのボルドーの技術を持ち帰ってきたわけですね、はい、醸造器具とともに。私も北海道から九州までいろんなワイナリーをちょっと見てきたんですけども、やっぱ明治の頃にこれだけの規模と技術力っていうのは他にやはり類がなかったんですね。ですから当時ここは片田舎だったんですけれども、はい、ワインにおいては日本最先端の町だったんだろうなっていうふうに思います。茨城在住ですけど知らなくて本当頭が上がりません、ですから牛久市民もそうですけど、あと茨城県民の方も、はい、自分の住んでるエリアにあるという、まあ、一つの財産だと思いますので、はい、足を運んでいただけたらなって思っています。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。好，各位，怎么样？学到了吗？我们那时候就可以制造出这么厉害的红桃酒，这个就算是放在现代呢，也是一个很了不起的事情。但它是在130年前发生的事情，真的很了不起。也没有想到在茨城县呢，有那个日本最先进的哦，曾经是最先进的酿酒厂。哎，它是有卖伴手礼的店，虽然现在呢没有像以前有这么多的酒了。但他们还是有在用这个地方呢，酿酒让大家作为欧米亚给带回家。一定要喝哦！这就是在这里做的牛久シャドウ。マスカットベリー。大家来玩的时候呢，可以买作为纪念带回家。嗯，クリスマスっぽいんじゃない？啊，好多东西可以买，还有赤城县。一些当地才能买到的东西，シャドービール，它也有卖啤酒哎。第一次见面，搞不好有葡萄味哦。请多多指教。请多多指教。嗯，你喜欢？嗨，ありがとうございます。啊，じゃあ飲んじゃおうかな。あ、すいません、ありがとうございます。こちらから。こちらから。お呼びになりまして。おお。はい。ごめんね。哇，他们这服务是世界最高级的，这个服务，这个服务。金色色，这是什么？这是什么时间？这个合适是什么时间？这是品尝喝酒的时间呢。对呀，刚刚说有没有看我的礼物可以啊？对。哇。从这里开始慢慢吃哎。就是惊喜，他没有跟我们说这个今天的行程里面呢有这个环节，这是 Welcome Drink， 在这个合适这个地方呢，先喝一点红酒跟吃一点小东西。Surprise！ 那是什么？看不懂。看不懂哎。刚刚介绍的这个 Dinky Brown 可以喝的哈。这个连大泽欧三木都在小说里面《人间失格》里面说，没有酒是比这个 Dinky Brown 好喝的。不对不对。好喝。好喝哎，很苦涩。喝的第一口是苦涩的，然后吞下去之后呢，后劲是甜的。主页。我这边是 orange juice 的味道。食レポ。哦，面包，炸面包。很香，上面有很多东西在一起，起司、苍蝇、鱼，而且咸咸甜甜的。正式上楼。这里的服务也太好了吧！どうぞお楽しみください。好像样啊。ようこそ、お名前お願いします。リュウユマ、池田。はい、どうぞお願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。ください。わ。うわ、眼前就有前菜了，各位。左边那个很像，长得很像月球表面的面包，感觉好好吃哦。哇哇哇哇哇！ようこそ、牛久シャドウへ。これより本日特別公開のお披露目までのご参拝を開始いたします。
まずこちらのシャトーについてご案内をさせていただきます。ご案内は牛久シャトーの学芸員であられます相田様です。相田様よろしくお願いいたします。皆さんようこそですね、この復刻版参会にお越しいただきましてありがとうございます。心より御礼申し上げます。この部屋はですね、今から120年前、ゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。这个一整个服务兼修的呢，其实也是一个名人啊，超厉害的这位男生。对，看看服务我们的パンも焼いてますので、はい、少々お待ちください。今ちょうどあの紹介したところです。パンもしかしてパンおかわりいや、おかわりはしませんよ、もうしません。はい、大丈夫です。服务太好了，对本人，他说要，哎，他看我吃完了，他要再拿多一个面包给我，我说不要了，他还是去拿了。各位，本人，大家还没吃完，只有您吃完，只有一个人吃完了。对，这个是不是明治时代没有人这么做？对，不管是音乐的还是这个 service 的出餐的，太厉害了，我不知道为什么会有这样的体验。而且刚刚我很惊讶的就是，今天这个晚餐是相隔，就是那个一大个不太写来这里的时候的那个一大餐。就是那个照片啊。那是最后，就是我们的前一次。对，那之后都没有在这边办过晚餐会。晚餐会，不可能。所以相隔。那我们下次来的时候，我们的照片是在旁边的，对不对？在那里。真的是相隔100年，相隔100年的，100多年办这样大的晚餐会，哇！我们是谁？我们是什么大人物吗？我以为这样的东西是地方父亲来不了的，能够那个天皇陛下とか総理大臣とかなんだね才能够过来的感觉。那今后会不会继续这样子哦？就是限定，给大家提供这个服务就不知道了。就是如果他们觉得可以的话，大家喜欢的话呢，就有机会哦，各位啊，帮忙分享这个影片。汤来了，这个汤好喝。好喝吗？这个汤是，鸡不姜是不季节蔬菜汤，很多平假名片假名看不懂。因为我最期待的虾子，要大，还有扇贝。哇。幸福吗？この後のメインのお肉料理に合わせてご用意した赤ワインですが、はい、レバノンのワイン、2019年シャトーヘリテージ、はいはい、フランス語のスペル綴りなんですけど、はい、イサンという意味もありまして、今日の会に非常にぴったりな名前ですが、味わいも、はい、スパイシーなシラー、またあとカメルネソービニョン、はい、力強いものをブレンドして作ってございます。これこちらで、はい、作られたもの、そのワイン自体はレバノンで作られたもので、はい、レバノン、今日お料理をしているカーネタバが、はい、特別にここからレバノンからブレンドしてきました。ありがとうございます。紅酒来了。很会喝酒哦，会转哦，这样子闻这个味道，对不对？我不会，我不是，我一直这样看。不习惯的人，
连这个动作都不习惯。对，今天的主餐主菜最后的料理，羊肉。哇，柔らかいね。素晴らしい。どうだ。柔らか。柔らかい？好軟。软软的，然后你要配一口那个红酒，因为这个红酒是专为了这个料理调的。我的这个喝红酒的体验很浅，很浅，不足，不够，所以不知道这个配这个好不好吃。对，其实没有办法 comment。我在学习中。是用红酒炖的，红酒。超好吃的。Oh my god！在我们在不知道怎么算这个牌子的时候，我跟尤玛斯是在那里一直算错嘛，然后他知道我们算错，他用眼神告诉我怎么算牌子，一直看着我，很温柔哎，大家尊重一下，尊重一下。拜拜这个地方，拜拜牛宿シャトー，谢谢你们的宽待。まだやってる？ね。拜拜。